はい、というわけで次に行きます。あ、これもちょっと質問返しちゃうことになるけど、はいはい、コウスケにとってのエンターテインメントとは5問目、うん、お、エンターテインメントですね、うん、なんかエンターテインメントってやっぱりこう楽しむことが一番だと思うので、うんうん、誰かを楽しませるためには自分が一番楽しまなきゃいけないのかっていうのが根底にあるかなっていうのがあって、うんうん、やっぱ DJ やってる時もなるべく笑顔でやるようにしてるし、まあ、楽しそうにやるっていうのがやっぱり大事かな、うん、確かに楽しみです。結構自分はそんなに人にのなんかなんていうのかな、喜んでもらうっていうこと器用ではないので、うん、なんかそこは開き直ってるけど、うんうん、僕はこういうふうに思ってます、その投げっぱなし、あとはこっちでじゃあ解釈してください、ご自由に。うん、なるほどね、大丈夫です。楽しい、そうそう、コウスケの DJ ほんと楽しいからね。ありがとうございます。みんなニコニコだよね、うん、はい、次行きます。はい、じゃあ次ちょっと技術的なところを聞いてみたいと思います。はいはい、うん、まあ、いろいろね、シンセ使ってきたと思いますけども、うん、第6問目、はい、一番好きなシンセを。好きなシンセか、まあ、思い出深いシンセが、うん、あって、その、うん、僕はヤマハのシンセがファーストシンセだったんですけど、はいはいはい、ファーストシンセとなんか柄はほとんど同じなんだけど、うん、なんか中身が全然違うシンセがあって、うん、ヤマハの AN1X っていうシンセがあって、うんうん、まあ、これはもう大好きで、うん、ずっと使ってたんだけれど、まあ、ちょっと修理に出した時に、うん、運送の時に故障しちゃって、壊れちゃって、それからちょっとさよならしちゃったんだけど、あ、でも使っ、一番使った先生は、あの、まあ、みんなそうだ、うん、あ、リュウさんもそうだと思うんだけど、うん、アクセスの倍だし、はいはいはい、ドイツの先生なんで、うん、あれはもうかなりビートマニアでもね、相当鳴らしたと思うよ、ね、うん、いい先生、めっちゃいい先生、アナログモデリングですね、うん、楽しいと思うのが凝縮されてるよね、そうそう、なんか最初から入ってる音は全部かっこいいんだよね、その場合。プリセットを作ってる人たちの名前はもうそうそうたるメンバーだったりして、あ、そうなんだ、うん、なんか後で詳しくみたいな調べてみてください。はい、じゃあ次行きましょう。はい、あ、これもちょっと、うん、あの、解像かな、はい、7問目、はい、コウスケの座右の銘。座右の銘、うん、座右の銘難しくない？座右の銘、なんか生き方として大事にしてるのは、うん、バカであれっていう感じ。ああ、いい。なんか深く考えてもやっぱり、確かに、なんか自分だけで考えて深く考えても結局あんまりなんかね、なんかこうか考えたつもりでも意外と自分しか見えてなかったりするから、なんかそこは結構無責任でも世の中許してくれるのかな、最大限甘えてこうみたいな。そんな感じかな。なるほどね。あ、じゃあそこにつながるけど、じゃあ8問目、うん、はい、モチベーションを上げるにはコウスケだけ何をしてるんですか。モチベーションっていうのはその音楽制作ですか。うん、もう何でもそうだけど、何でも、まあ、でもダメな時はもうダメだから何もやんないようにしてるし、うんうん、まあ、でももがくことをもちろんするんだけど、うん、なんだろう、最近はでもサウナによく行ってます。サウナね、サウナすっきりするな。あ、サウナの中で考えてるっていうわけではない。あ、全然全然、うん、もう単純に汗出して、うん、汗出して水風呂入って、水風呂入って汗出して、いろんな人の中に、はい、というわけで第9問、はい、これもあの質問返しになります。はい、はい、パラダイムシフト、はい、パラダイムシフト、コウスケにとってのパラダイムシフトのポイントを教えてください。まあ、やっぱビートマニアに、ね、楽曲工房で受かったっていうのは外せないですね。うん、まあ、同じになっちゃうけど、うん、まあ、でもやっぱあとはシンセと出会ったっていうところかもしれないかも。まず音楽がすごく嫌いだったから、うん、僕は、うん、なんか習わされてやってたピアノとか、うん、そういうものがなんかあんまり好きじゃなかったんだけど、うん、なんかその後まさか自分が音楽でこう、ね、人生やっていくと夢にも思わなかったから、うんうんうん、やっぱりシンセサイザーに興味を持ってシンセを買ったっていうのがやっぱパラダイムシフトで、うん、あ、なるほどね、うん、あとは PC が、うん、PC メインでやっぱりこう作曲するようになって、うんうん、ハードウェアからソフトウェアに移行した時はもうやっぱすごい、うん、あれは大きかったな、うん、めちゃくちゃこう、うん、技術の進化と、うん、感じ、なんか無限大の可能性を感じましたね。確かに、うん、いや、なんか
プロ53がいっぱい立ち上げてさ、やべえな、この実機だったらいくらやと思ってたもんね。やるよね、あれやってたよね。まあ、当時16個か32個か、立ち上げられる数に、なんか制限されてたような気がするけどね。あともう一個言っていい？いいよ。あとはね、これ結構でかいんですけど、リュウさんとの出会い。うわリュウさんはやっぱ、まあ、話しててやっぱこう質問の回答とかもさ、結構真逆じゃん。確かに。なんか、それが自分にとってこう、今までなかったところがなんかこう、なんていうのかな、斬新でもあり、なんかすごくアイデアくれるし、なんか僕がこう、いい加減な部分をすごくカバーしてくれてるっていうのが、ちょっとでかかった。ありがとうございます。ありがたい。うれしい。そう言っていただけるの、魔法師最高じゃないですか、人しか言いようがないと、はい、でもリュウさんもそうなんじゃないですか。いや、本当そう、パラダイムシフト的にはこの2人の出会いですね、すごい、いや、大きかったね、うん、これも何回もそのタカさんに言うし、コウシ君に言ってるけど、あの時合格者が2人だったっていうのがすっごい大きくて、大きい大きい、で、やっぱり良きライバルでかつ良き親友であるし、このね、関係性がね、やっぱこの20年やれてる原動力の一つになったのは間違いない。副登場効果をね、ちょっと高め合ってきた感じはやっぱり、ね、1人では来れなかった。多分3人でもまた違う形だと思うんですけど、ね、違ったのね、多分そのコウスケだけとか、自分だけはもうもっとなんだけど、自分だけもし登録してたら、俺もこうだった、ね、いや、ありがたいです。そういう感じだな、この3つが結構大きいパラダイムシフトだね。はい、じゃあ最後の質問、はい、10番目、はい、EDP の野望はね、一緒にちょっと語ったような感じになっちゃったんで、コウスケの次の10年、はい、次の10年か、まあなんかなりたい自分でもいいし、まあ世界の話でも構わないんですけど、はいはいはい、なんかね、今はコロナで非常にね、世界的に大変な時代になっちゃいましたけど、でもまだまだね、まあ、VR の話もちょっとしたと思うけど、次の10年そうだな、まあ、少しでもやっぱりこう良くなったらいいなって、ぼやっとだけど、まあ、今が別に悪いわけじゃないんだけれど、とか、まあ、思うことはいっぱいあるじゃないですか、世界を見てても、だからなんか、ね、その次の世代にこうよりいい環境を残してあげるっていうのもやっぱり僕たちの責任かなと思うから、すげえ真面目になっちゃってるけど、いやいや、いいと思う、そこのなんか潰した順位にしていきたいなと思います。OK、というわけで、はい、10問、はい、いきましたけども、10問、はい、結構ね、まだ語れるぞ細かくはね、細かくはね、まあそれ、まあおいおいじゃないけど、まあ機会を、ね、この後飲みに行きながらでも話しますか、まあ、話します、はい、はい、というわけで、ザ・フォースでした、はい、またね。